日本のニュース 24H。皆さん、こんにちは。速報 MLB 野球2024年9月22日。大谷翔平。毎日記録を残す1安打3出塁で5253達成。敵軍保守が漏らした本音がやばい。チームの勝利のために、大家が見せたある行動に拍手喝采。海外の反応。いつもご視聴ありがとうございます。毎日、何かしら記録残すの。エグイロジャースの。大谷翔平選手が、日本時間9月22日。本拠地。ロッキーズ戦に1番 DH で先発出場今季 53個目の盗塁を決め更新を続ける。メジャー記録は52本、ルダー &53 盗塁となりました。そんな異次元の活躍を続ける。大谷選手にネット上からは、ホーム打たなく、手もし仮とヒットと盗塁を決めてくれた。さすがに毎日毎日打てるわけがないと思い。キアなんだかんだで1アンダー1盗塁は見事。盗塁企画するセンスがやばい。投手心理と、保守心理を相当熟知している盗塁類,類成功率。エグすぎるこの泥だらけのユニ姿がいえん。ヨななどの声が寄せられました。試合前には、ロバーツ監督が大谷選手が異次元すぎて、 まさかの悩みを告白していますし、そんな中迎えた試合で、大谷選手が5250人、更新がお預けになった直後にとってある、行動が大きな話題になりました。また、右肘、付近に支給を受け、ヒヤリとした直後にめ、めちゃくちゃかっこいい素敵な、クリエイティブ用意してる、が素敵な祝福と注目を集めました一方で、この5050 50ルームに大谷選手以外で、誰が、入れるのだろうかという点も話題に入会、する選手はいつ現れるのであろうか。会員が、ずっと一人になりそう。完全個室待てど、暮らせどなかなか次の会員が来なさそうな。 クラブ彼以外誰も入れないと突っ込みも寄せられました。そして前日の21日には52ーラを含む3アダニ打点一1塁をマーク。して52本塁打、あ五52塁に到達直近2試合。で、計10打数9アンダー、12打点と打ちまくっています。試合前の取材に応じたロバーツ。監督は毎晩何か特別なことが起きるような感覚があると異次元の活躍ぶりを称えまし。た。そして移籍1年目の大谷選手の印象に残った本塁を聞かれた期間は、うん。多分本拠地で宇宙間に打った一本あれば、 波外れたものだった45満塁弾も相関だった例ゲームで逆らセンターへ打ったのもあったと思うあれにも感心してだがとにかく驚いた本類だが多すぎるライナー性の打球もいくつかは場外になると選び切れない様子でしたまた大谷選手の雰囲気について聞かれると雰囲気の一部は彼がとてもプライベートを大切にする人ということがある言うまでもなく言語のことがあるので周りが押し張り続ける英語は彼が見せている部分より上手いが人々は野球におけるインパクトに 驚いているだろう。そんな中でも、謙虚さを、保ち自分の仕事をこなすことに集中しているなので、昌平にはオーラがあると思うと、話しましたなお試合前に、地元放送局の解説、で、ヤング・ハーシュハイザー氏は、オーラからは、このような声が寄せられました。今年、ハディーエチ戦だから、どのホームランがっていう、悩みで済むけどきは、これに投手オーヤが、加わるので、どのオーヤが最高シーンなのか、混乱して分からなくなるんだろうな打者、オーヤを押す人や、オーヤを押す人の論争とか、始まったり、本当は台がつきない選手ですね。 そんな中投手、大谷の復帰に向けても、順調に、歩みを進めています。彼は本当に投手なのか。そんな指揮官の心の声が聞こえてきそうな。中、この日の試合前には、ブルペン入りして、術後最多の32球を投じました本拠地で、大谷選手がブルペンに入ると、多くのファン、が一目見ようと、約500人が殺し一斉に、スマートフォンを構えました投球を見守った指揮官は、今後のリハビリプログラムに、関するミーティングは、まだ行われていない。帰る予定だ、ブルペンを遠くから見ていた。がいい状態に見えた今後、どうしていくのか。 ベストが見極めていくことになると、評価、打者と対峙する予定が含まれているかについても、その通りだすべての可能性について、だと、今季中に実践形式の投げ練習を行う可能、声もしましたネット上からは、このような声、が寄せられました監督は、大谷くんがリハビリ、中の投手だということを思い出していた笑い、52本塁だ、52投塁に到達した投手で、本当岡はプロの世界下半身を鍛え上げたの、が、塁だけでなく、大のピッチングにもいい、影響をもたらすはずです、ストライダーの、ように故障によるリハビリ中に、下半身を、 鍛え上げて飛躍した手がいますか。楽しみで好きのマウンドファンだけでなく、チームメイトも興奮するで勝負方の、ホームランに吠えたそんな中迎えた、この、試合ロッキーズの先発は、今季8勝5敗ボード、率4.618のウワンキャルクワントリル、投手大谷選手とは、今季3度目の対戦で、昨季、まで所属していたガーディアンズ時代も、含めると、通り6度目の対戦となります。対戦、真した直後の5球目見送ればボールとなる。高めの速球をフルスイング数列の当たり、ながらもシフトを敷いた3塁正面へのゴロ、 に終わりました。3点ビハインドの3回、第2、打席は2種走者なしの場面で、打席に立つと、3、試合連続のホームランにも期待が集まった、ものの塔の本人は落ち着いていました。完全、ナボール球を一度も振ることなく、4球ともに、見送って至球で出塁することに、成功今度は、盗塁の期待が高まりました。しかし、続く別、選手が初球をレフト席に運び、18号すらで、1点差に迫りました大谷選手は、ダイヤモンドを回っている中で、方向ホーム、ベースでは別種を笑顔で迎え入れ反撃の、 のしとなる一撃を一緒に喜びました。このシーンにんは視聴者のコメント欄や SNS 上では久しぶり別大谷歩かせたら俺がいる本当を怖い打線だな盗塁警戒してストレート投げたらこうなるんでだとドジャースの強力打線に驚くコメントで沸きました一方でベッツ通ールソで満足空気読めホームランだと大谷選手が盗塁できないけどベッツは大谷さんの盗塁を成功を見てから打ってくださいなど喜びつつも大谷選手の盗塁が見られなかったことを残念がる視聴者もいました。この瞬間 現地の実況席では思わず笑い出した。やりとりがありました。地元放送局スポーツ。ネットロサンゼルスの解説を終える。ハーシュハイザー氏は座席から離れている。ファンはほとんどいません。ドジャー、スタジアムを見渡せば飲み物を買いに行ったり、トイレに行ったりする人で通路がごった返していることがよくあります。しかし、今はみんなが座席についています。この座席後に動き出すのですと注目度の高差を伝えました。しかし、結果はあえなく至急。これを受け実況のスティーブン・ネルソン氏が、から座席に向かう2番打者の別選手に期待。 しましたすると、ベッツ選手は、レフト席へ、豪快なツランをかっ飛ばしたのです。ネルソン氏は入った。これが座席に残っておく理由だと、絶叫3番、フリーマン選手を合わせ、13番に、MVP、経験者が揃いトイレに立つ暇もない、ドジャース打線の看板トリオの凄みを、見せつける場面でしたネット上からは、この、ような声が寄せられました。ベッツ初級、ホームラン最高のお野山の盗塁待ちする、必要は一切ない個人記録よりも、今日は、チームのマジック消さないことが、最優、王や、 さんも、そこは分かってるはず、大谷翔平自身。が、ホームランも盗塁も個人的な記録のため。ではなく、チームの勝利のための手段という。加工犬だと思っている親が走る前に。ベッツが、つら素晴らしい記録更新も大事だ。けど、盗塁を気にしすぎて、甘くなったボール。を叩いて、得点になるから、これが重要な2よ。ネロジャースは、4回に、9番フェルシア補修。が、メジャー初タイムリーで、3対3の同点、落としましたネット上からは、3点差になったためホームラン狙いではなく、チームのため。 に出塁する、バッティング反撃開始です。チームバッティングに切り替えた、大谷君に、塁に行きかけて、おっとどっこい戻り、少し、ひやってしたなど、WBC 準決勝、メキシコ戦、での勝利に、津軽出塁でのような、打席内容、を称える声が寄せられました。その後、ベッツ、選手が倒れて迎えた、フリーマン選手の打席、で、初球からスタート2投を成功させて、今季、53投塁としました、9回3点差であった。ため、投塁のスタートは、勇気がいる場面でし、 だが、現地解説は、盗塁には驚いた3点差で、盗塁するのならば100、100%確実に決め、られる自信がなければないと伝えました。逆、に言えば、相当な自信を持って、盗塁を試みた。と言えそうです。これで、30連続盗塁成功とし、し盗塁成功率は93、93%53 盗塁失敗、42まで達しました。チーム155試合目での、53盗塁は、55、4盗塁ペース、2001年に、一郎氏が、打ち立てた日本人メジャーリーガーの最多、 盗塁数56に迫る勢いです。米データ会社、ベースボールは1シーズンで52本類、大場、を記録した MLB 選手による同1シーズンの最多類を紹介1位の大谷選手の53に驚きの絵文字を添えました。2位のアレックス・ロドリゲス氏2007年が他本類だと盗塁でいずれも MLB2 位内に入った選手は1908年のホーナス・ワーグナー氏53と1909年のタイカップ氏976の2人だけ大谷選手が どちらも2位以内をキープすれば、急成図され、タッカップし以来、115年ぶり、3人目の快挙、となることが判明しました。ヒリヒリする西、地区の優勝争いを含め、チームの勝利のため、2、大谷選手は打って走り続けます。敵軍保守、も、脱毛試合後、大谷選手には、9回戦闘で、中前、打を許しそこから、西万塁のピンチを招き、ましたが、死に切った保守のスターリング、選手は、大谷選手に効果的な働きをさせ、なかったことを、評価1安打に、西宮で出塁。 こそ許しましたが、彼は正面に打ってくれた。球を混ぜ合わせバランスを崩させるように。した彼は、もちろんいい選手で素晴らしい。打者だストライクゾーンのコントロールが、うまくあれほどアグレッシブでそれでいて、ボール球を追いかけない打者への投球は、難しい重要な場面では、彼にあられないよう、に努めた少なくとも、本類は許さなかった。空たちはいい仕事をしてくれた手が若く、手も、ベテランでも怖がりながら、投げるわけ、にはいかない、昌平ムーキーフレディといった選手たちには、自身の仕事遂行に集中せね。 ばならない最初の三人は、すごい打者たちだ。からうちの投手たちは、いい仕事をしてくれ。だと思う。特に翔平は絶好調だったから、今夜、は、彼にやられたくなかったと振り返りますし、たまたバッテリーの警戒を買って帰い二類目、を決めた大谷選手の力についてすごい。スピードを持ちスタートも上手い大きな、リードを取るうまさは、過小評価されている。と思う牽制に刺されたりすることもない。あれだけ大きなリードを取り毛もうまい。選手と競うのは、難しいその点は、彼の盗塁の、 能力を語る上で、過小評価されている世代に、一人の選手だこのリーグのみんなが、ことのね、追い抱いているすべてをこなす選手だとと、絶賛。また大きなリードの後、今を横たえるよう、に気することについても、それも能力の一部。ダウサインボルトを何度も見てきたが、彼は、大きく長いストライドで走る翔平も同じだ。大きなリードを取り5歩で2塁に、たどり着くように感じられる彼がすごい、部分の中の一つだと、100メートルで2008年、北京、2012年、ロンドン、2016年両党、リオト、 五輪三連覇を果たした人類最速の男とも、称されるボルト氏を例に出して退避しまし、他ネット上からはこのような声が寄せられ、ています。かなり大胆なリードを取りながら、牽制で刺されたのは自分が覚えている限り、では一度だったようにも思う。この、キャッチャーが言うように、これはもっと、評価されて良いと、確かにそう思うこうして、大家惜しみなく叩いてくれる相手、キャッチャーもリスペクトしたいと思い、ます。MLB の素晴らしいことは、相手チーム、の選手監督たちが、三事を惜しまないことたい。 大谷選手だけじゃなくだ、リスペクトの精神。世界は素晴らしいロッキーズは地区再開。決して戦力に恵まれているとは言いがい。ですが、大谷選手のみならず、ドジャース打線に対し、最新の注意を払いながら、進行勝負を挑む姿勢は素晴らしいと思います。ドジャースにとっては痛い敗戦ですが、残り、試合全力で地区優勝に向けて頑張って、欲しいですあなたは、どう思いますかぜひ、是非あなたの意見をコメント欄に書いて教えて、ください。最後までご覧いただき、ありがとう。 ございました。この動画が良かったら、グッド、ボタン高評価をお願いします。チャンネル、登録もよろしくお願いしますね。それでは、また次の動画でお会いしましょうな。